て続いては今アメリカをはじめ世界中の若者から絶大な支持を集めているこちらのアーティストです。アメリカのヒップホップミュージシャン、ケンドリック・ラマー。差別や偏見がなくならない世界に生きる苦悩をありのままに歌うその音楽は世界中で共感を集め、アルバムの売り上げは2100万枚に上ります。Congratulations, Kendrick Lamar. 優れたジャーナリズムに贈られるアメリカのプリツァー賞。今年の音楽部門でヒップホップミュージシャンとして初めて受賞しました。プリツァー賞の事務局は、複雑なアメリカ社会に生きる難しさが見事に表現されていると評価しています。来日したラマーさんが受賞後、海外メディアとして初めて NHK のインタビューに応じました。私たちの前に現れたケンドリック・ラマーさんは物静かで知的な雰囲気の青年でした。ヒップホップ is a freedom of expression、for me, there's a lot of things、as individuals, as you know, people that we can't just quite say, you know, to one another sometimes, or we don't have the proper words to do it, you know, until you cut an instrumental on and it gives you the right words. We gotta wait this. You gotta see this. Yeah, yeah.暴力や差別が絶えないアメリカ、ラマーさんの歌詞にはそこで生きる苦悩が込められています。When I go out to these shows and I sing a record titled Damn and I see so many different、creeds and colors and ethnicities、that is the ultimate goalBecause for that 2 hours on that stage, it's no war, you know, it's just all love and happiness and singing these records. 銃撃事件が絶えないカリフォルニア州コンプトン地区。この全米で最も危険と言われる場所でラマーさんは生まれ育ちました。ラップを始めたのは友人が銃撃されるなどの過酷な現状を訴えたいとの思いからでした。We grew up in these circumstances where, you know, it's out of our hands, you know, that we can handle. It gave me the opportunity to express them feelings. You know, whether you appreciate them or not, I have to get it off my chest. And I think that's what hip hop has done to the whole community. 代表曲のオールライト。やり場のない思いを綴りながら、それでも大丈夫さと語りかけます。この曲が思わぬ広がりを見せます。全米に広がった差別撤廃運動、そのデモで人々が歌い始めたのです。この動きはアメリカを越えて世界にも広がりました。Confirmation of knowing that the amount of work, you know, that I put in and the amount of studying I do it for musicIt's not just for me, you know, it's for that kid that's growing up in the city, you know, that may not have a way out. We're broadcasting it amongst the world that's not here to understand what's going on inside these cities. Yeah.
なぜ彼の歌が支持を集めるのか。専門家はかつて時代を動かしたあるアーティストとの共通点を指摘しています。年配の方々にとってのボブ・ディランが今の若い人たちにとってはケンドリック・ラマーであるっていうふうに結構言っていいんじゃないかなと思うんですね。公民権運動やベトナム戦争に揺れた1960年代、世界中の若者がボブ・ディランさんの曲を通じて自由と平和を訴えたように、今ラマーさんの曲が若者のシンボルになっているというのです。ケンドリック・ラマーのその言葉を通してこう、まあ、音楽だけではなくてこう世界とつながる感覚を持つ若者が増えているような気がしますね。ラマーさんの音楽は日本でも多くの人の心を掴んでいます。今年のフジロックフェスティバル、土砂降りの中多くのファンが詰めかけました。彼に影響を受けて新たな行動を起こす人も現れています。ラマーさんのアルバムの街頭広告、黒塗りにされた文書の上にアルバムのタイトルが書かれています。行政文書の隠蔽や改ざんのニュースを見た広告デザイナーが自分なりの問題意識を表現したいと独自に考えました。彼が発する、まあ、ラップのメッセージの中には、まあ、その彼が自身が味わってきたその生活の中での不満だったりとか、あの彼自身が戦っていることに対しての問題提起だったりとかすごいたくさん入っていて、僕らなりにまあ問題提起をしたくて、それであのこういった広告になりました。音楽を通じ社会の苦悩をメッセージとして発し続けるケンドリック・ラマーさん、若者たちに自ら考え行動するよう訴えています。 The message I want to convey is basically self-expression, not being afraid, you know, to put them feelings out there. My story, the little boy's story around the cornerAnother young boy or young girl story in Japan. The hip hop should spread all across the masses. It should spread to Mars if it let it. You know, this is an unstoppable thing, and it just goes to show you the power of music. ピュリツァー賞受賞ということで、まあ、例えば暴力反対、差別撤廃というようなその直接的なメッセージを、まあ、描いているというふうに。感じたのかなっていう方もいたかもしれませんが、まあ、どちらかというとその現状ありのままに描いていましたよね。そうですよね、うん、社会がこう変わるべきという方向性を示すんではなくて、感情を吐露している以上でしたね。でそして、まあ、その大丈夫だ、俺たち大丈夫だという前向きなメッセージを添えているところも印象的でした、はい、世界中の若者から絶大な支持を集めるケンドリック・ラマーさんについてお伝えしました。